どうもこんにちは、吉本プラモデル部部員森木でございます。今日はですね、このですね、ジオコレ、ジオラマコレクションですね。これにですね、ちょっとこういう感じでね、ジオラマが作れるっていうことでですね、いろいろ頼んでみまして、作っていくことになったんです。なんと私がね、初めてジオラマに、だからボードもね、こうあってね、とりあえずこれはね、すごく簡単に作れるらしいんですよ。僕みたいなジオラマスーパー初心者でも、初心者が作ったらこうなるんだという、まあ、ちょっと偉そうに言うとキットレビュー的な感じに見ていただけたらなと思います。それではですね、いっぱいあの、とりあえずね、私がね、いろいろ頼んだんですよ。今回私テーマありまして、こち亀のりょうさんがほら、昔あの、自分の自宅になんかあの、駅作って、家の前、両付け前駅みたいな、なんかそういうのがあったんですよ。だから自分の家の周りに、駅降りたらすべてあるみたいな、夢のような、そういう街にしてみたいなという。自分の家の周りに駅があっても目の前に全部、もう飲みから何からすべてある。そういうイメージで、勝手ながら作っていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。私がですね、今回頼んだものをいろいろご紹介していきたいんですけど、まずですね、家の周りに来た時にね、一番必要なのはですね、とりあえずはですね、線路です。駅がないと、駅はね、もうこんな感じでいいんですよ。そのなんかこうふわっとした駅、もうふわっとほら、すごい駅じゃなくてふわっとした駅、私芸人ですから、このね、劇場頼んだらね、仲介がセットについてきたんですよ。で、あとね、エスニック料理店、ジューススタンド。とりあえずね、家の周りを欲望で固めていきたいんですよ。まあ、これちょっと使うかどうかなんですけど、生食パン屋とタピオカドリンク屋。これもなんか並べれたなっていう。で、あとはですね、ミニシアター、映画館もあったらよくないですか？コーヒーショップはね、ちょっとコーヒー僕飲めないんでね、これちょっとややこしいんですけど。で、あとね、かき氷屋さん。これね、あのね、かき氷屋さんはね、子供好きなんでね、子供のためにこの、あとはですね、私ね、家の周りにですね、子供遊ぶためにね、公園を作ろうかなって、公園のこの芝。で、公園となると、公園だけじゃあれなんで、とりあえず、屋台作ります。露店。いろいろありますよ、露店。はい、これ。射的とか、あんずとか。お祭りが好きなんですよ。うちの子もね、お祭り系をいっぱい、こう並べてね。で、あと一応公園なんで、駅前の公園とかで噴水とかそういう遊ぶやつ。で、これを並べていこうと。まあね、こんなうまくはいかないと思うんですけど、こんな。すごいなと思うんですけど、こんなの作れたら。まあでもね、ちょっと違う。僕はまあちょっと自分の思う通りなんで、ちょっとそれを組み立てていきたいと思います。それではよろしくお願いします。じゃあまずこの中華屋劇場ね、これを作っていこうかなと思います。私ね、なんかね、ちょっとすごい甘い考えでね、出来上がってるもんがすぐ来ると思ってきた。そんなわけないよね。めちゃくちゃ色々こう部品があって、はい。まあでもそんなね、言ったってめちゃくちゃそんなかからないでしょ。はい。すごくないのか、これ。すごい。すごい劇場だね。わ、ちょっと楽しみになってきた。俺が作れるってことはね、ほぼほぼ全員できるんで。とりあえず、ちょっと一回組み立ててみますね。劇場と中華屋が出来上がりました。意外とね、やっぱり、組み立てていくだけであって、まあ、自分の中でちょっと若干まあ穴が合ってなかったりするとか、ちょっと削ったりしてですね、このなんていうの、これでね、ほら、ちょこっとずつこう削って入れるとか、で、あとまあシールとかを貼ったとかいう感じぐらいで、あとは全然スッとできました。はい。意外とね、そんなに大きくないから、で土台がですね、A3 なんですよ。これなんですよ。A3 なんで、意外といっぱい置いていけるよね、こうね。だから、こう意外と置いていけるから、なんでちょっとね、バンバン作っていこうと思います。駅だ、駅。はい。あ、でも駅もね、そんな少し、あ、もうこういう風な感じで組み立てていく感じですね。ちょっと楽しくなってきましたよ、これは。
ジオラマを作ったことない人でも多分ね、いい感じに出来上がると思うよ。だって俺が作れてるんだもん。でシールいっぱい余ってるけど、シールはやっぱりいろいろね、あの好きな感じでつけるんだって。なんで劇場には一応今回はあの劇場はね、あのまあ一応お手本通りにこうつけた感じですけど、山田芳恵歌謡ショーをやってるんで、普通の舞台じゃなし歌謡ショーの劇場にしたんで。何？ガラスパーツの組み立て？ガラスパーツなんてある？どっか。これ？ああ、あるわ。ガラスあるわ。本物のガラスのようにちゃんとフィルムがしてある、一個一個。すごい。さてですね、結構作りました。はい、タピオカ屋さん、タピオカ屋さんでしょう。コーヒーショップ、中華屋さん、劇場、ミニシアター、かき氷屋、なんかスパイス専門店、生食パン、そんなにいらないけど可愛いんですよね、生食パン。ジュースのスタンド、スパイシー料理屋さん、駅、で、あとですね、こういう街に住みたいんでね、私の立てかけの家っていうね。ということで、あとね、屋台とかもいろいろもろもろあるんですよ。例えば、お化け屋敷です。酒屋さんですね。お祭りの。お麺屋さん。まあ、もうめちゃくちゃいろいろあるんですよ、とにかく。で、これをね、ちょっとね、一回ね、並べていこうと思います。一回、理想の形で。ちょっと並べてみますね。はい、ということでですね、ちょっと並べてみました。全部ね、一応接着してつけてみたんですが、なかなかひっつかないパターンのとこもありますが、なんとかね、こうついて、初めてのこうちょっとね、ジオラマですけど、ぐるっとこう、難しいか、どうやったらいいんだろう。いかがですか、この街。なんとも言いようがないですね。なんと言ったらいいのかという感じですけど、まあ一応ですね、自分の欲望を全部叶える街ということで、駅降りたら、お祭りの屋台あって、子供のための公園があって、あと全部いろんな、劇場から映画館から、中華屋さん、飲み屋さんから、ジュースショップから、パン屋さんからね、ちょっとタピオカ屋さんから、まああとはなんだ、なんかスパイシー料理屋さんから、なぜかスパイスショップもあるけど、あとね、私がですね、ちょっとね、ここに建ててるやりますか、私の家を建てているという、こんな感じでございます。ということで、ちょっとね、じわっとこういかがでしょう、どうですか。この感じ、駅もこの感じ。はい、ということでございまして、一応終了でございます。これジオラマね、これジオラマのこの多分やるとしたら概要欄とか載ってると思うんで、もし興味のある方ぜひ、やってみてください。初心者でもできますんで。それではまたよろしくお願いいたします。チャンネル登録と高評価お願いいたします。ありがとうございます。森木でした。